さんこんにちは。こんにちは。船橋市児童ホームです。今日は小学生のみんながお家の中で一人でもお家の人と一緒にでも楽しめる簡単な遊びを紹介したいと思います。今回ご紹介する遊びは1分間しりとりです。紙に言葉を書いていき、1分間で何個の言葉を書けたのかをチャレンジします。実際に用意するものはこちらです。それでは1分間しりとりのルールを説明します。紙にしりとりになるように言葉を書いていきます。しりとりで使える言葉は名詞といって、犬や窓などみんなが知っている言葉や、あと人の名前などだけです。それでは実際にチャレンジしてみましょう。今日は児童ホームの先生2人にやってもらいます。ではしりとりのお題となる最初の文字を決めます。今回の最初の文字はしりとりのりです。それでは1分間しりとり、よーいスタート。終わった後はちゃんとしりとりになっているか、言葉は間違っていないかチェックしましょう。チェックして OK だった言葉の数を数えていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12個。あ、こっちは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個。たくさんの言葉が出てきましたね。兄弟や家族でチャレンジするときは、大人の人は3文字以上限定しりとりにしたり、一番年下の人が初めの文字を決めるなど工夫してチャレンジしてみてくださいね。以上、お家の中で楽しめる簡単な遊びの紹介でした。一人で家族で遊んでみてください。またねー。またねー。